はい、本日の J クラこちらです。 J クラフェスティバルの11連ガチャ、こちらの4回目から7回目まで、1周ラストまで行こうかなと思います。はい、前回ね1から3回目やりましたけども、かなり渋めなガチャではないかと思われます。とりあえずね、トップアシストとライトニングエッジのボールしか流れてなくて、で普通の虹とかはなかったですね。で、まあトップアシストとライトニングエッジの虹が、まあ、流れてはいるんですけども、確率ちょっと低そうですね。なのでこれ7回目まで蹴ってもずーっとライト剣みたいなね感じで虹蹴れない可能性が高いなと正直感じておりますが、おまけがあるのでね蹴っちゃいましょう。ということで本日は4回目からいきたいと思います。4回目いきましょう。1回でもいいからね、本当に虹を蹴ってほしいね。うん、まあこうやってね虹はたまに流れてはいるんですけど、なかなか蹴るのは難しいんじゃないかと思われますね。はい、いやーかなり厳しい。もうドン来ない限りはねちょっと希望持てなさそうですね。はい、さあグレードもね本当に上がんないですねいやーこれ正直ちょっと今後悔してますね。引かない方が良かったんじゃないかなこのガチャっていうぐらい厳しい。さあトップアシスト、あドン来た、オッケーナイス、おーグレード92、ウタか、あれでもこれあれかレギュラーか、レギュラーですね。コントロールドライブに豪快ヘッド、はい、ピーター・ウタカ来ました、ドン来ましたね。まあ、これを期待するしかないですねやっぱりね。トップアシストは、こちらブラウブリッツ、沖野選手です。さあまあ虹引いたようなもん、いや違うなはい、限定じゃないもんね。はい、ということでね5回目いきましょう。さあおまけこちらは5回目でグレード80ですね、お気に入り80がもらえます。もうそのために蹴るみたいなもんですね。はい、整理していきます。さあ5回目いってみたいと思います。はい、さあ虹を蹴っておくれ、頼むぞマジで。さあトップアシストの虹は流れてきて、ライトニングも来て、さあ行きましょう。なんか来い、いやまた隣だ。またっていうのは前回ですね、前回の動画ではトップアシストとライトニングエッジの虹に挟まれた普通のトップアシストをね、蹴ってしまいました。はい、蹴ってしまったんですね。なんででしょうね。はい、いやーこの辺なんかねおなじみの顔ぶれしか出てこないですね。厳しいですね厳しいですね。はい、また沖野選手来て、ドン来たー。何蹴ったっけ、突破シート、あ上条選手、あれこれどうなんだろう、レギュラーの上条選手、ミドルレンジスナイプにエースストライカーか、あーなるほど、はい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 、まあちょっと移籍はしちゃいましたけどね。まあうーん、まあ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 いいでしょう。ミドルレンジスナイプか、まあトップ下です、トップ下というかシャドウですね。セカンドトップに置きたいですね。はい、まあ2連続ドンは悪くないですね。はい、それでは6回目いきたいと思います。あと22連ですね。6回目7回目でおしまいです。はい、いやー虹蹴ってくれないのかな、ダメっすかマジで。いいんじゃないですか7回ね、77連だったら1回ぐらい虹蹴ってくれてもいいよね全然流れてくる気配ないし。はい、今度はライトニングエッジですね。まあ、正直ドンクルならこっちの方がね欲しいですよ。はい、トップアシストよりね。はい、いやーまあさすがにもう来ないでしょうね。はい、あ田中選手いいですね。はい、おーここでまた沖野選手ですか沖野選手ね、そうライトニングエッジとトップアシストどっちも来てるんですよね。もうね、トップアシストの方を残すことにしました。一応残してます。はい、
香川県出身、鳥に行った。あ、ドン来た。え、10枚目でドン来た。おお、お、本間紫苑選手。あ、レギュラーか。はい、じゃあ、ライトニングエッジ出たからもう出ないかな。どうでしょう。はい、ラストはグレードちょっと上がっていって、おお、レアンドロ選手。ほう、エンジェルパスに音速ドリブル。エンジェルパスか。あー、なるほど。あー、このレアンドロはどこで使うべきなんですかね。エンジェルパスに音速ドリブル、ウィングか右サイドかな。まあ個人的にね、あんまりそんな使いたくはないんですけど、はい、まあまあいいですね。本間紫苑選手はハイコントロールシュートにカットインドリブル。なかなかハイコントロールシュートがね、あれかもしれないですけど、カットイン持ってるのはいいですね。まあウイングでもサイドでも良さげですね。はい、まあまあ今回は良かったんじゃないでしょうかね。はい、じゃあラストですね。Jクラフェスティバル11連ガチャ、激渋ガチャですね。最後行きたいと思います。77連目。はい。まあ言ってもね、ドンは来てますからね。はい、整理していきます。はい、それではついにですね、ラスト Jクラフェスティバル11連ガチャ7回目、虹は蹴れません。行きましょう。ラスト、こんなが言っちゃダメですねこんなガチャでね、はもう全部ね使っちゃいました。かなり悲しいです、無課金なのに。さあ、なんと最後まで虹は引けず。いやー、これはねひどいガチャでしたね。はい、さあ有終の美を飾れるんでしょうか、どうなんでしょうか。はい、あ、これはやばいですこれはやばいです。さらっとドンナイ何回転の沖野選手マジで。